皆様、本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。ただいまより、横浜トリエンナーレ2017、タイトル・コンセプト・発表記者会見を始めさせていただきます。それではまず、主催を代表いたしまして、横浜トリエンナーレ 組織委員会委員長の住川喜一より、ご挨拶をさせていただきます。住川委員長、お願いいたします。ご紹介いただきました、住川でございます。えー、ご多忙の中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。横浜トリエンナーレ組織委員会の住川でございます。 え皆様でにご存知のとおり2001年にスタートした横浜トリエンナーレはこれまで5回の実績を重ねました我が国を代表する現代アートの国際展として多くの皆様に親しまれております本日は来年8月に開催します横浜トリエンナーレ 二丸一七のタイトルコンセプトを発表させていただきます。えー、ここまではお預かりした原稿を読みました。<laughs> えー、あの。ご挨拶にもありました。五回の実績を持って、えー。今度こそ来年は横浜らしい。どこにもないトリエンナレになるだろうと思います。今日はご紹介ありますけど。ええー。養老先生はじめそうそうたる。 方にご協力をいただくコンセプトでございますどうぞ楽しみにしていただいてご協力をよろしくお願いいたします以上でございますありがとうございました墨川委員長ありがとうございましたそれではここより横浜トリエンナーレ2017 ディレクターズが登壇いたしますまずは三木亜紀子です続きまして柏木智夫です続きまして大阪恵里子です ここからは三木ディレクターにお願いいたします。え皆さん、あの本日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。えー、コーディレクターの三木と申します。よろしくお願いします。えー、横浜トリエンナーレ2017では、えー、従来とはです、ね、異なる手法でコンセプトおよ、えー、び内容を決める形を、えー、試みることとしました。えー、具体的にはアートの世界だけにとどまらず、えー、国内外から、 世代や分野の異なる6名の専門家を迎えて構想会議を設けコンセプトなどを議論してきましたメンバーはですねでにご承知のとおりこの11月から M プラスエグゼクティブディレクターに就任されるスハーニャ・ラフェルさんそして現代美術家でマサチューセッツ工科大学メディアラボ助教のスプツニコさんそして美術史家で大原美術館館長の高階修二さん そして現代美術家でコロンビア大学芸術学部教授のリクリット・ティラバーニャさん哲学者で京都市立芸術大学学長および仙台メディアテイク館長の鷲田清和さん最後に解剖学者で東京大学名誉教授の養老武さんの6名です。 それではメンバーの皆様にご登壇いただきたいと思います。なお、本日は残念ながら鷲田先生と高階先生はご欠席となりますので、ビデオで登場していただければと思います。それでは初めに養老孟さん、壇上にお上がりください。<laughs> え次にスプツニコさん。 リリクリット・ティラバーニャさん先ほどお辞儀の練習をしてらっしゃって大変上手になれたかと思います次にスハーニャ・ラフェルさんよろしくお願いします 私たちは7月から2日間かけて、この構想会議において、既存の思考的枠組みや専門領域の壁を超えた分野横断的な討論を行い、コンセプトの議論を積み上げてきました。本日はタイトルおよびコンセプトを発表するにあたり、皆様に構想会議での議論の一端をですねお見せできればと思い、それぞれのお立場でお話しいただきたいと思います。 それでは初めに大阪さんの方から、これまで横浜トリエンナーレが紡いできた経緯を踏まえて、今回の横浜トリエンナーレが目指す方向性などについて、お話しさせていただきます皆様、日はあはこのようにたくさんお集まりいただきまして、ありがとうございます。ちょっとと会議の感じで進めたいと思い思ますけれども あの21世紀になりまして、皆さんご存知の通り、世界各地では、ビエンナーレ、トリエンナーレといわれる現代美術の国際展が本当に急増しました、日本でも,です、ねもうあの、このような国際展というのは、今や星の数もほどあるのではないかというほど、大小を合わせまして、世界の国々の中でも、まあ、日本は非常にこういった このの国国際展の多い国となりましたそうした中で横浜トリエンナーレは2001年から来年6回目を迎えるわけですけれども毎回いろいろ時代精神を反映したりどういう形がふさわしいかというふうに模索しながら回数を重ねまして都市型の国際展として成長し続けてきました。2001年 21世紀の最初の時期にスタートした横浜トリエンナーレはナショナルプロジェクトとして3回を重ねましてその後2011年から主軸が運営の主軸が横浜市に移りました4回目5回目は横浜美術館が主会場となりまして実施してまいりました まあ、トリエンナーレはの3回ごと、まあ、3年ごとに開催されますので3回続けますと、まあ、準備の期間も含めますと、まあ、9年、まあ、10年要するわけですけれども私たちはこの3回続けてきた横浜トリエンナーレを一つの節目と考えています最初の3回は国際交流基金が中心となって横浜市で開催されました、まあ、2011年、まあ、2014年 そして来年の2017年をまたこの一つの節目と考えておりまして次回のその節目にあたってどういう形でトリエンナーレを実施していくことがいいのかずっと協議を重ねてきたわけですで今この2001年から始まりました横浜トリエンナーレの時期を考えますと来年の16年で15年間過ぎるわけなんですけれども この15年間、16年間の間、世界は本当に私たちの予想よりもうずっと速いスピードで変化し続けてきたというふうに思います。世界の各地で報道される、伝わってくるさまざまな事柄、そして世界が直面している課題というのは、遠い他の国のことではなくて、私たちの個々人の生活にも、 深く影響を及ぼすような時代となってきました。でそうした中で私たち次回をどうしたらいいか今までとは違う手法で美術というジャンルを超えまして非常にこう実績を積まれた専門家の方たちそしていろいろな国を横断したりジャンルを横断する幅広い経験がある方々に参加していただき対話を重ねがながら 準備の段階からチームワークを組もうということを考えまして今回このように素晴らしい構想会議のメンバーの方たちにもご同席いただいております次回の横浜取りえんなれどのようにその位置づけを行っていくのか位置づけを決めていくのかそして横浜らしさつまり横浜の独自性横取りらしさを 横取りらしさです、ね、どのように作っていくのか、えーまあ、世界をめぐるさまざまな課題を、えー、多様な人々との対話、えー、そしてさまざまな問題や、えー、難しい事柄をそうした対話とチームワークによって乗り越えることができるかどうか来年の横浜トリエンナーレが、えー、私たちが直面している難しさや、えー さまざまなこう課題をアートを通して乗り越えることができるような一つの道筋もしくは可能性を模索してそれを示唆できるようなトリエンナーリンにできることを願っております。ありがとうございました 大阪さんありがとうございました。続いて柏木さんの方から開催地の横浜の歴史を踏まえた視点で会場などについてお話をいたします。こんにちは柏木です。それではあの私から今回の会場について紹介しながらですね改めて開催地である横浜という場所に着目しまして今回の横浜トリエンナーレの特徴の一つを簡単にお話ししてみたいと思います。 後ろにもございますが今回の横浜トリエンナーレは横浜美術館それから赤レンガ倉庫1号館この2会場をメイン会場といたしますで横浜市開港記念会館などを含む複数のサイトをサテライト会場として検討しております館長のお話もちょっとありましたですが来年2011年の第4回展 から横浜美術館がメイン会場に位置づけられましこの間ですねトリエンナーレを実施するための複雑な組織体制があるわけですけれどもこれらにも検討を加えつつですね美術館の関わりを徐々に深めてまいったわけですけれどもさらに横浜美術館自体の機構改革にも取り組みまして 今回は横浜美術館の学芸員それから展覧会コーディネーターをはじめとするスタッフが企画の立案それから作家選定の段階から深く関われるように組織づくりをいたしました2017年来年開催年ですけれどもこの来年は日本が近代化に大きくあ舵を切ることになった大政奉還という歴史事象から ちょううど150年年目目という節目の年にあたりますこの大政奉還によって鎌倉時代から続いていた武士による政治武家政治ですね侍による政治が終わりを遂げまして日本は明治という新しい時代を切り開いていったわけですでこの変大変革の一因はいわゆる安政の開国つまり 鎖国の終焉そのまあ象徴とも言うべき御開港にあるというふうに考えられるんじゃないかというふうに思います。えー、まあ,あの江戸時代においてはですね横浜は本当に小さな村に過ぎなかったわけですけれども1859年にまあ開港場になりまして以降その港湾をはじめとして町自体が発展しそして外国人居留地が設けられ 内外の人や文物が工作する場となりでいわゆる日本の近代化を象徴する町として発展し、まあ、今日に至っているというふうなことが考えられます。今回は横浜市、まあ、この開催地横浜のそういう歴史的背景を念頭に置きながら企画立案も進めてまいりました。 例えば、主会場となります、後ろに写真が出てますけれども、赤レンガ倉庫1号館は、明治の時代の外国貿易の拠点となった、前身としていますそれからサテライト会場の一つとして、まあ、検討いたして,もしております横浜市開港記念会館、これは、早々期の横浜の街の経済と、それから政治、 をを司ってていいた所前としるわけですこうした歴史的な建築物、サイトを展示の場所として検討しているあるいは設定しているのもそうした視点によるということが言えるかと思います以上です。 柏木さん、どうもありがとうございました。次に私の方から、横浜トリエンナーレ2017のタイトルおよびコンセプトについてお話しさせていただきます。今回のタイトルは、島と星座とカラパゴスというふうになります。こちらにイメージがそろそろ出てくるかと思います。 あの現代美術の展覧会らしからぬタイトルで驚かれた方もいらっしゃるかと思いますが本展は皆様にお配りしておりますコンセプトシートに記しておりますように時代の転換期といわれる今世界で見られるさまざまな事象を背景として島と星座とガラパゴスという言葉から想起される世界の接続性と孤立の状況について また独自の進化と多様性などについて改めてさまざまな角度から考えることを考えているものですさらにはそうした相反する概念や側面が複雑かつ流動的に絡み合う世界のありように対して人間の想像力つまりイマジネーションとクリエイティティがどのような可能性を開き得るのかについて施策を巡らしたいと考えております 星座は星を指標に大海原を航海した古の船乗りの知恵や星と星の間に線を引くことで神話的な継承を描き物語を紡いだ人間のイマジネーションクリエイティビティのメタファーと考えております。 本トリエンナーレでは単に現代美術の展覧会にとどまることなくデジタル的な視点つまり0と1で構成される世界観では把握できない世界の複雑さや奥深さ新たなつながりの可能性を幅広く多くの人々と共に考え対話・議論・思考 共有共生の機会になることも念頭に2つの会議を設けることにいたしました1つは先ほどメンバーの皆様を紹介させていただきました企画コンセプトに関して議論を行います構想会議ですそしてもう1つは横浜ラウンドの名のもとに展覧会に先立つ2017年1月から展覧会終了までの間より幅い より幅広い分野の専門家の方々を迎えてシリーズで公開のシンポジウムやトークなどを実施していきますこれについては地域の大学などの教育機関との連携を図りたいとそのように考えております以上が「横浜トリエンナーレ2017」のタイトルとコンセプトになります 今、こちら私の後ろにです、ね、映し出されておりますイメージビジュアルはニューヨークで活躍するクリエイティブラボパーティーのクリエイティブディレクターの川村雅史さんとデザインディレクターの室市英治さんによるものですまだこれ決定しているものではないんですが今後です、ね、さらに検討を重ねてポスターやグッズなどに展開できればというふうに考えております。 ちなみに今日皆さんのいらっしゃるお部屋のです、ね、カーペットの模様が亀甲、ね、門ということもです、ね、先ほど気がついて、まあ、これはめでたいあの兆しであることを <laughs> 願いたいと思っております。えー、続いてです、ね、本日残念ながらご欠席の高階先生、鷲田先生からビデオメッセージをお預かりしておりますので、紹介させていただきます。 構想会議メンバーの大原美術館館長高階修二です今回の横浜トリエンナーレのテーマコンセプトに関し他のメンバーの方と議論して決めてまいりましたで今回のテーマは島と星座とガラパゴスということになりました星座というのは遠く離れた宇宙の世界人間がさまざまな想像力を働かせて一つの形を作り出したものであります そして同時にその星座の形は人々が昔の人が海を後悔する時の目印にもなりましたその海に囲まれて逆に海が障壁となった島がガラパゴスですそのガラパゴスの中では長い歴史の中でさまざまな生物が生まれ発展してまいりましたつまり海は世界をつなげると同時にまた世界を 遮るものでもありますその多様な働きというのが人間の美術さらには文化を発展させてまいりましたこのような観点に立って今回の横浜トリエンナーレ人々が集まり様々な表現にを通じて世界に発信していくこのお祭り島と星座とカラパゴスというテーマで 広げていこうということになりました多くの皆様がご鑑賞をくださることを期待しております構想会議の委員で京都市立芸術大学の和志田と申します現在 私たちの生活環境はとても制御が困難なものになっていますとりわけ電力のようなエネルギー源であるとか経済市場の動きであるとか富の分配の仕組みとかこうした私たちの生活基盤は私たち自身の手では制御不能になっていますでこうした濁流から這い上がって這い上がるために 私たちは自分たちの生活基盤を自分たちの手である程度コントロールできるそれにふさわしいような適正なサイズの社会というものに軸足を移していく必要があるように思います言い換えると各地域が中央に対する地方ではなくって昔の言い方だと地方ですね 地方ではなくって地方、えー、として自立していく必要があると思います、えー、横浜トリエンナーレ2017あーではこれがあー軍刀や星座というイメージで、えー、語り出されています来年、えー、ここからあーどのような未知の世界イメージが展開していくのかとても楽しみにしています 高階先生のお話は企画のです、ね、グランドデザイン的なことがありまして鷲田先生のお話からはまさに地方その地方の横浜から世界にどのように発信していけるかというそうした課題も読み取れたように思います。 それでは本日ご登壇いただいておりますスハーニャ・ラフェルさんにお話しいただきたいと思いますスハーニャさんはスリランカのご出身で最近までオーストラリアで活躍されておりましたがこの秋から香港の M プラスの館長に就任される方ですスハーニャさんからはアジアという多民族多文化そして世界から見た日本の国際展の可能性などについてのご意見がありましたそれでは スハニャさん、よろしくお願いします。Thank you, m i k ミギさん。Um, the Yokohama Triennial has its title Islands, Constellations and Galapagos. And the resonance of this title has an initial personal connection. こんにちは。スハニャ・ラフェルと申します。次回のカマトリエンナーレのタイトルは、星と星座とガラパゴスとなりますが、個人的には非常につながりのあるタイトルです。 I have worked on many projects as an international curator, often with a focus on the Asia Pacific. Having been born on the island of Sri Lanka and developed my professional curatorial practice on the island continent of Australia and now having moved to Hong Kong, my personal and professional life. Has been shaped by living and working on islands. I have a long term commitment to working with artists in Asia and from the Pacific. So, thus, this idea of islands and archipelago is very close to my heart. そしてアジアと太平洋州地域のアーティストとの仕事を長期的に手掛けてきた経験から群島多島界はとても身近なコンセプトですビエナレーレズとトリエナレーレスは今は数字に増えていますマルティセントリックで多くの人が多くなっていますアートフォームやディシプリンで多くの興味を持っています でビエンナーレやトリエンナーレは今日その数が増えているだけではなくマルチセントリックつまり複数の中心地で開催されるようになっています。目的も多様化しておりジャンルも美術にとどまらずさまざまなジャンルを横断していくことに関心が移ってきています。I am a great believer in this art form, the Biennale or Triennial, the major recurring contemporary art exhibition. で私はこのビエンナーレ、トリエンナーレというように定期開催される展覧会のフォーマットに非常にあの信頼を置いています。Yokohama Triennial is one of the most important international exhibitions in Japan that we as curators from abroad are interested in being involved with because each edition has consistently presented a very distinct point of view from a very local Japanese perspective. 横浜トリエンナレは私たち海外のキュレーターにとっては日本で最も重要な国際展であり、関わりたいと思う国際展の一つです。なぜならば、会を重ねることは日本的な視点をユニークなアプローチで継続的に発信していることが魅力だからです。The title Islands, Constellations and Galapagos opens up various possibilities of reflecting on Japan while also contemplating how Japan connects with the world. そして「星と星座とガラパゴス」というタイトルは日本についてだけではなく日本と世界の関係性を現代アートを通じて考えるときにいろいろな可能性を開いてくれるタイトルだと思います今日、アートはこれまで以上に複数の社会、文化そして歴史に関わりつながっています。 でこれらの議論、またはこれらについて考える機会を与えてくれます。現代アートは世界を見る、考えるために最も豊かな方法を提示してくれているのではないかと思います。そこには複眼的、そして多様な視点を取り入れることが可能になり、 And I believe it enables and encourages dialogue when least expected and invariably perhaps unexpectedly moves us. I am excited about taking this journey with this team to see where this title will bring us at the end. このタイトルが最終的にどのような形に帰結するのか、ここにいるチームの皆様とともに、横浜トリエー内ー2017に伴走することを楽しみにしていますどううもありがとうございます。 スハニーさんどううもありがとうございました今回のコンセプトの示す複眼的な視点の重要性そうしたことがスハニャさんのコメントからは表れていたように思いますそれでは続いてリクリット・ティラバーニャさん彼はタイの方ですがアルゼンチン生まれでニューヨークベルリンチェンマイなどを拠点に国際的に活躍されている現代美術家で 近年はコロンビア大学で教鞭を取るとともに、タイのチェンマイではランドファンデーションを設立して、建築、農業、ヨガなど独自のエコシステムとライフスタイルに取り組むプロジェクトを数年にわたって実施しています。 アーティストとしてはカレーを作って振る舞うパフォーマンスで非常に有名ですが、近年はそれをさらにえ発展させて、期間限定の食堂キッチンをですね、オープンしたりと、アートの枠組みを拡大するさまざまな活動を推し進めていらっしゃいます。それではリクリットさん、お願いします。はい。Uh, thank you <laughs>。Uh, well, been のトレーナ c i p a t ー n g in the, the, the t、mm hmm. r、so so uh, での n レー l e でのトレーナー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 での r レーナーのトレーナーで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 のトレーナーのトレーナーでのトレーでのトレーナーナーでのトレーナーナーでのていーナいナーでのトレーナーナーでのトレで参加することを大変喜ばしく思っております。 Um, I'll just give a little thought on the, the idea of the exhibition and I would like to perhaps uh, throw in some other words for the discussion. Um, <coughs> it's, it's very interesting because, of course, recently uh, I have been uh, reading and researching on a writer from Martinique. あの近年ですね。私はあのいくつかの研究、あの研究しているのが。マルティニークカリブ海のフランス領マルティニーク出身の作家なんです。Uh, his name is 名前はエドワードグリサンと言います。A poet, a で、詩人であり歴史家であり。As well、as そして思想家でもある方です。And, uh, で彼の思想の根幹をなしているのは、クレオール化についてなんですが、まさに島を考ガラパゴス。を話すときに、一つの考え方を提示する考え方ではないかと思います。So yesterday, in the US, in the United States, Um, was, uh, Columbus day. 昨日は実はアメリカではコロンバスデーという祭日だったんです。And これはコロンバスがアメリカ大陸を発見したことを記念して祭日になっているんです。And I think of course also で最近テレビをにぎわしているのはクリサンの言葉をちょっとここで引用したいと思います。クリリリススファー・ーコロンバスはアメリカ大陸を去っっってててしまったそしまたたそ私エドワールグリさんが戻ってきた でも実は私、エドワー・グリスさんが戻ってきたのではなく、もともと奴隷だった人たちが、奴隷として戻ってくるのではなく、自由人として戻り、そして人間を回復して戻ってきたということなのです。

でいわゆるネガティブな考え方からポジティブに考える可能性について歴史を転換できないかという提案なわけですで。そもう一つ言葉をここで投げ入れたいと思います。 英語で言うとコンタミネーション日本語で言うと汚染不純になること伝染、感染といろんな解釈ができる言葉ですで、これは何かというと事故が常に変わっていくことで、事故と他者が 常に変わっている状態をコンタミネーションと呼びたいと思います。で、これはつまり変化に抵抗する空気に対しての変化を他者自己を認めるということに繋がるわけですが。 で変化に抵抗するというのは、多くの場合、孤立した個人が自己を失うことを恐れた場合に起こることですで。世界の動向を見てみますと、例えば、ブレ e x i t 英国の EU 離脱、またはキューバのアメリカ外交の再開。 And also the historic peace agreement between Colombian government and the revolution, revolutionary armed forces of Colombia. So we, we would be surprised that uh, you know, after 50 years of conflict, um, the referendum actually failed. でこの50年以上の内戦にやっと終止符が打てるというときに国民投票によってそれが承認されなかったというのがつい最近ありました。で、このイギリスとコロンビアの例を見てみると、いわゆるコンタミネーションへの何か恐怖、脅威を感じているのではないかと思うわけです。 Uh, in constellation, でいわゆるコンス形レーション星座で、すけれども形で、このよう l 形で、お互い繋がるこのような形で、このような形で、こので、このようなつで、このような形で、のような形で、このような形のような形で、このような形のような形で、このようなで、このな形で、このような形で、このうこのような形できる、このようなで、このような形このような形で、このようで、このようで、このよで、こので、こようこで、 でこのコンタミネーションは、いうのは伝染感染ですが、実は、カリニウイルスに感染したとしてもそれを飲み込み、むしろ強くなって、いく可能性も表しているのです。Uh, there, these are でこれらのいずれの問題もアイデンティティにつながることとなるわけですがで、特にプロセミティのように近接している者同士の距離について疑イタウタガーコトで、コニチエセネスガコレレダケサカニナタシャう we feel h i g h n n e t e d で、ヒジョニツナガリオで、ヒジョで、につながりを感じるわけで、すが同時に 実際つながっているけれど、コンタミネート、お互い影響しあったり、感染することが非常に難しい関係にもあるわけです。で、大学で私は若いアーティストの卵と働くわけ、仕事をするわけですが、I find that there is a kind of I w o か、l d say like a l テ s t of detail トガムズガシクナテル、ナトガクセンてガタオミトモコトガ There's a kind of lost of、uh, language and representation。ゲンゴトヒョーショーノソー And、uh, I've been very much、uh, trying to get them to、uh, listen. であの私が学生に促すのは聞くことです。物語を聞くこと and,、uh, and そして観察し、議論、協議すること。To, you know, でそこであの話し、合うこと。を促すわけうです。Um, それで自分たちの生活をちゃんと言い表せるような訓練をさせるわけです。So、kind of なので、これからもこのような議論が展開できればなと思いながら、横浜トリ7に関わりたいと思っております。ありがとうございました。 リクリットさん、どうもありがとうございました。事故と他者の関係、そこで起きるその不順になること、コンタミネーションという言葉がありましたけれども、そういうことに対する恐怖、しかし、その状況において、ネガティブな側面だけではなくて、ポジティブな側面、そうしたことにも言及していただいたかと思います。それでは、続いてスプツニコさん。 えー、スプツニコさんは大学で数学を学ばれた後、えー、アートスクールに行かれた異色の現代作家で、えー、現在は MIT のメディアラボで助教も務めていらっしゃいます、えー、このメンバーの中では、えー、最も若い世代ですから、えー、異文化や異ジ,異ジャンルだけではなくて、えー、異なる世代をつなげる役割を負った方でもあると思います、えー、それではスプツニコさんよろしくお願いしますはい、ありがとうございます ご紹介いたただきましたスプツニコですでそうなんです私アーティストですけども美術以外にもさまざまな分野で活動していまもともと数学の勉強をしていたんですがだんだんアートに数学とは違った可能性を感じるようになってアーティストを目指すようになりました。で今私たちがが住んでいる世界が 複雑なコンピューターの配線のようにぐちゃぐちゃに絡み合っているとしたらアートはその配線を全くガラッと変えてみせたり違う風につなげてみせたり新しい視点を見せてあげることによって人に全く新しい発見刺激気づきを与えるものだと思っていますで私はアートが何かの役割を果たすという風うには 考えたくはないんですがそして、えー、もう一つあのアートにできることがあるんじゃないかなと思うんですが今世界中に点在するガラパゴスそれをアートならこれまでにない方法でつなげたりすることができるんじゃないかとそして今世界中で人種観宗教だったり価値観いろんな摩擦が起きているんですが そうやってつなげていくことでそういう摩擦が少しでも和らいでいくんじゃないかと思っていますそして私のアーティスト名スプツニコこれはロシアの人工衛星のスプートニク号にちなんでいるんですがスプートニク号なりに星座を観測してこの構想会議にインプットしながら私の世代にも面白いと思ってもらえるトリエンナーレを作っていけるよう えー、どんどん応援していけたらと思っています。よろしくお願いします。えー、スプツニコさんどうもありがとうございました。えー、これまでとはまあ、異なるまあ、配線の、えー、組み替え方、まあ、そうしたですね、えー、可能性を後が持っているのではないかとそういうようなお話を、えー、いただきました。えー、それでは、えー、続いて。 私から改めてご紹介するまでもないと思いますが解剖学者として著名な養老先生お願いします養老ですあの多分この僕も最初にそう思ったんですがこれコンセプトガラパゴスって聞いた時にすぐ思い出すのはガラガラ系って言っててで。 な要するになんでそれが問題だったのかっていうとです、ね、考えてみるとあるいは通信機器で通信機器って、まあ、今典型的にコンピューターの話に出ましたけどもネットとかあのスマホですねこういうものってゼロ一の世界ですね先ほど美智さんも言われましたけどでおそらくアートっていうのはそのゼロ一の世界じゃなくてゼロと一の間ですねゼロ,ゼロと一の間も無限です。 だけどもあのこのまんま世の中の動き見てるとうっかりするとですね01しかないっていうふうになって01って何かっていうと実はコピーなんですねこれ話がものすごく飛ぶようですけどもし丁寧に聞きたい方はまたそのうち何 <laughs> かの機会で私こちらでもお話しすることがあるのでよかわみんでかそこで聞いていただきたいんですがあのちょっと気をつけた方がいいかなと思ってるのはあの若い人たちが本当に長い時間 ね、ネットと携帯スマホを見てますあれって完全にコピーなんですねお分かりでしょうかあん中にあるものは全部コピー可能なものしかもそのコピーが完全なコピーです完全なコピーっていうのは不完全なコピーっていうのはいわゆるアナログのコピーってやつで伝言ゲームでどんどん壊れていっちゃいますからコピーするたんびにある,ある意味で新しい想像が起こってるってっちゃすクリエーションがデジタルってそれを徹底的に禁止したものですね で皆さん方のお宅のテレビ全部デジタルになったと思いますけどあれって日本国民の国民投票でテレビは全部デジタルにするって決めたわけじゃないですよね。誰の都合だよなったんですかねそれはそれを非難してんじゃなくてそういう現代社会の動きを考えるとそうなるのが必然だったということです。でその必然って何かっていうとコピー社会だっていうことです。コピー社会と同じものだから 今私がこうやって喋っていることを皆さん方ある程度ご理解いただけるとすると皆さん方の頭の中には私の考えのコピーが入っているからですそうですよねそれ完全のコピーではないんですこれを完全のコピーにしていきますとデジタルになりますでそれが世界を今はいやまあほとんど動かすようになってきたるなっていう感じはしますねでそれに対して私はいろんな面からまあ逆逆方向を 逆転をかけるというその一つはもちろん自然でありもう一つ人間ののの作るものの中でではアートなんですねで私はほとんどの場合人間の作ったものには興味がないって言って断っちゃうんですけどあのアートだけはちょっとそういう意味では違うんですね0と1の間は無限ですよっていうのをもう一度お考えいただきたいなっていうことであの簡単ですが。 はい、養老先生あり0と,、えー、と,と1では、えー、割り切れない伝えられないことというのはおそらく感覚のようなものではないかと思うんですがそういうものを伝える、まあ、アートの、えー、可能性重要性というような、えー、お話を、えー、していただいたのではないかというふうに思います、えー、それでは、えー、本日は、えー、構想会議での、えー、っとご発言をもとに、えー、っとコメントを、えー、っとご紹介させていただきました 本の一部ではありますけれども、会議の一端をご理解いただけたんではないかと思います。このようにさまざまな分野の知見をですね背景にメンバーで議論を行い、今回のタイトルとコンセプトにまとめさせていただきました。現在、このコンセプトをもとに来年の夏の開幕に向けて準備を進めております。参加作家については えまあおそらく皆さんこれをあの一番聞きたいんだと思うんですけれども、えー、その詳細については来年の春に改めて発表させていただきたいと思いますので、どうぞ楽しみにお待ちいただければと思います。発表は以上になります。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。発表の通り横浜トリエンナーレ2017のタイトルは。 島と星座と座ガラバゴスに決定いたたししましたなお先ほど三木ディレクターからお話がありました横浜ラウンドですが第1回目を来年1月15日日曜日構想会議メンバーであります養老武さんをお迎えいたしまして横浜美術館で開催されることが決定しております詳細につきましては決まり次第公式ウェブサイトなどでご案内させていただきます